てしまいました金曜日がね。アンジーがそろそろ地下を探索しそうな気がするんで、その前にアンジーをどうにかして止めないと。ていうか吸血鬼を抑える方法をどうしたベル、あれなんかアンジーの方から話しかけてきたけど、ベル、あ、ベル、え、ちょっとアンジーベルの挨拶無視する、やめて、ちょっとかわいそうに見えてくるけん、ベル、あ、いきなりしょっぱなから、あは、アンジー、あは、うふ、え、いきなりない、いきなりないよ、あー、ちょっと見境なし、ちくしょう、あー、まだかよ、それ俺がセーフ、それ俺のセーフ、それ俺のセーフ、それ、え、前回と同じパターンでいいかな、前回と同じパターンで連打のやつが、二つのキー連打のやつがいいかな、ちょっとちょっとちょっと、あっ、あ、詰まっとる、あいつ詰まっとるで、あ、あいつ詰まっとるで、あ、あ、あれちょっとアンジェ、予想外のところで止まっとるんやけど、これこの状態で連打しよったら勝てるんちゃうんか、へいへい、おらおら、ピッチャービビってる、ピッチャーブー、さすがに近づいてったら死ぬらしい、あれどうしたんこれどういう状況だい、え、なにこれ、なんかアンジェ止まっとるんやけど、どういうことだこれ、もうなんかスラッド2回やったけど、あ、3回目なんか知らんけどさ、これなんか発動がなかなかせんときとさ、さらっと発動するときっていう2つがあってさ、ようわからんようなゲームやったんやな、諦めるもんか、あ、今回は3回じゃあかんのじゃ、今回は3回はあかんのじゃいきなり3回じゃなくなっとった、こんなおかしかことになるなんて、ダメだ、ここはもうじゃ拉致がかない、一旦別の部屋に避難しないと、下の方が、下の方の話か、けど来るぞ、ここは来る、鍵閉めていけるもんなんじゃ、じゃあなんでこれまで鍵閉めんかったんじゃこれまでこっちに来られとったじゃないか、これでほら来るもん来るもん、鍵なんかこいつ関係ないもん、吸血鬼だぞ、え、これまでやって同じことあったやろうが、はい、あー、うわー、うわー、アンジがなんか地上っぽくなってる、ふふふふふふ、こ、殺される、あれ、え、ベル、どうしたの、こっちじゃあ、でお前、ベルどうしたのって言葉やめろ、お前、毎回毎回。吸血鬼が目覚めた時の、もうこっちの、こっちのキーをどうにか知ってほしいな。アンジェ、アンジェなのか、寸前で、正気に戻ったのか、そうよ、ベル。さっきの姫、ベルが、あ、ああ。悲鳴で元に戻った感じ、あはは、なんでもないんだ。ちょっとそこでね、見間違いをしちゃってた。見間違い？そう、そうなんだよ。だから、アンジーは気にしなくていいんだ。そうなの？あ、このシーンあったよな、一周目で。そうか、一周目でアンジーを操作しとった時の俺はさ、このくだり、カットされとったんじゃ。ここの下り終わった後で目覚めた時から、正気に戻った時から操作しとったんじゃ俺、だからこの下りは知らん、うん、だからさ、僕は大丈夫だから、わかったわ、はあ、もう二度とあの展開やりたくないわ、追いかけっこされるのはやりたくないわ、お前や俺の印アンジェはもうすでに殺された、今の彼女は確かに姿形はアンジュにそっくりかもしれないが、あれはもうただの化け物なんだよ、もう完全にお父さんの言う通りになってる、アンジュ、僕はどうしてこんなことに、なんでアンジュが吸血鬼になったんやねん、
作動するんだ。ベル、何があったの？何が？さっきからなんだか様子がおかしい気がするんだけど。それあんなことがあったらこうなるわ、ベルは。さすがに4回も追いかけられたら吸血鬼に。一体何が？は？誰の様子がおかしいだって？反抗期とか一周目言ってごめんな。そりゃそうなる。別にどこもおかしくないよ。変なのはアンジェの方だろ。様子がおかしいだなんてアンジェだけは言われたくないよ。で、ここから切り始めようったんだ。もうちょっともう堪忍袋の尾が切り始めようったんだ、これ。そう。そういう反応だったんじゃ。俺が一周目で反抗期だって言ったんは。ベル、大丈夫？まだこのくだりか。だから大丈夫って何が？その、ずいぶん疲れてるように見えるから。ねえベル、私何かできることない？音楽。え？そうじゃそうじゃ、音楽に目覚め始めたんじゃん、ここで。歌ってくれたりしないかな。アンジュの歌を消耗しとったんじゃ。アンジェごめんな。ちょっとアンジェさ、めちゃくちゃ音痴でさ、ジャイアンに匹敵するぐらいの音痴だよな。俺聞いたことないけど。音楽ね、わかったわ。あ、歌ってくれないんだみたいな感じだよな、ここの心境としては。で、アンジェが音楽探しちゃう感じになる。オルゴールもう見つけてきたんか。早いな、お前。お前早すぎるだろ、お前。一瞬で見つけてくるよ。探し物の天才だな、アンジェ。え、俺は結構、それこそパート一つ分ぐらいバンバン使ったような気がするけどな。本当だ。これ、昔よく聞いてきたやつだよね。あ、で、こんな音になっとったんじゃ。で、ここでベルが修理したんじゃなかったっけ？この修理師ベル。思い出のオルゴール。懐かしいな。これ、お母さんが作ったもんなんだね。お母さんもうオルゴール職人として働いていけるレベルだけど、お母さん透明人間だよな。オルゴール作りながら透明人間なんだよな。で、お父さんも透明人間なのは、もしかしてさ、なんか、もうベルの家系は透明人間なのかなという、そういう想像しかできない。だからベルもどうにかして透明人間として生きていけるかもしれない。透明になれるんじゃないかなっていう、そういう想像が世の中ではありますが、ベルはさ、自分が透明人間っていうのは、自覚できてないようだ。父さんの言う道を信じたらどうなるか、アンジェは分かっていないんだろうな。そうなんよな。あいつらの様子を見てこないと。もうお父さんのことはあいつだって言ってしまってるから。もう敵だからね、今。もう、実の父と言っても敵だからね。様子を見るってことは、要するに、家に戻るんだろう。みんな集まってる。めっちゃみんな集まってる。会議が始まりそうな感じになってるね。人の気配がする。いや、気配って、おるけん、そりゃ、そりゃ。そろそろ準備は。銀の玉は。処刑の準備が刻一刻とどんどん進んでいっとる。最終段階か、もしかしてこれ。気遣えないようにしないと。いや、気遣えてるだろ、普通。いや、普通に目の前の人おるから。横向いとるだけで、あ、ベルト、お前みたいな感じでおるだろ。父親とその部下に見つからないようにこっそり移動してください。父親の部下に見つかっても逃げることで回避できますが、父親本人見つかるとその場でアウトです。スニーキングミッション、あっ、ちょっと早すぎない？部下の動き早すぎない？ベシってです。ベルに見つかった瞬間ベシって。あら、ベルお坊ちゃんはどうしたのですかって聞く間もなくさ、父親に見つかったら倒せみたいな感じで言われたのが、くそ、もう完全に父親の息がかかっとるな。まあ、部下だもんな。もう
半径4メートル4マスぐらい以内におったらもうアウト感があるな。今だ。よし、ここ入ってみるか。あ、ここ誰もおらんのじゃ。ここ安全地帯になってしまったら。でもここじゃもうないんだろ、目的。これ鳴らしたら部下が見に来たりしてんだろうな。あれ、オルゴールの音が鳴ってるぞ。さすがにそういうのなかったな。今一瞬ちょっと透明だったでしょ。やばい、部下まで透明人間だったりするんかな。部下に透明人間の力を分け与えたりしてんだろうな。あーがんあ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 ーあー、ぶんない。こういうための心を狂うはこういうためのものだったんだよ。もう強固突破でいいわ。もう今日ベルのお父さんおったわ今。ベルのお父さんおったわ。家畜小屋に来ました。あ、聞くときの、あ、鶏だ。今回鶏になってる。羊全滅か。羊2匹だけだったんじゃ。鶏の血で満足するんかな。もう、アンジュはあれやな。羊、あの、ヤギブランドの方にハマっとってさ、鶏の方でいけるんかな、セーブ食を。よし、食料手に入ったし、セーブはしとか、あ、それではまとめだ。吸血鬼が森にいることは確かだ。装備も整ったな。少し銀の玉が足りないか。まあ、下級一体ぐらいなら何度かなるだろう。作戦は明日決行する。各自自分の役割を覚え直し、明日に備えて休むように。明日？とうとう来たぞ、明日が。帰らなあかんのじゃ。よし、この辺に離れて。お父さん、完全に空気なんやけど。左下の部下しか関係なかったような気がするんやけど、俺。もうそのまま普通に帰れるんだよ、これ。やったぜー。バレたけど出て行ってから問題なし。それと、ベルトのことはどうするんだ？え？そうだ。いくらコアートとはいえ、吸血鬼とずっと一緒にいるなんてどんなに危険なことか。もし彼が襲われたりしたら。いや、いいんだ。放っておけ。どうしても狩りの邪魔になるようなら、俺が何とかする。心配じゃないのか。自分の息子なのに。ああ。完全に、エヴァンゲリオンのシンジとそのお父さん、現像みたいな感じの関係になってしまってる。乗らないなら出て行けみたいな感じ。僕はどうでもいいってことか。あいつは仮にもダンピールだからな。下級の吸血鬼なんかやれるはずないさ。それに、カリウッドの家に生まれたものは、それがあいつの運命なものだからだ。運命に従うか、逆らうのか、それはあいつの選ぶことだ。あら？お父さんがベルの行動しとったのを、ちょっと肯定しとるような感じなんじゃ。こう逆らいよることをさ、咎めながらも、なんか、ベルはお前そのままのベルでおれみたいな感じにおるんじゃ。なんかおるぞ！ゲッ！血の匂いに反応して。ヒー！ちょっとアンジェに逃げるんでも精一杯なのにさ、こんなに、でもアンジーよりは楽な気がしてきた。呼びかけとかできんだろうな。ちょっとやめてよやめてよ。ブーいけた。やっぱアンジェに比べたら。どうにか負けたのか。はあ、はあ、帰らなきゃ。明日なんだよ処刑が。どうにか明日は日が変わるまでにどうにかしてんかったらあかんところだった。よかった、まだアンジェ近のことには気づいてない。アンジェ、食べ物持ってきてよ。だからこんなに血まみれだったんじゃ、あの時のベルは。ベル、一体どうしたの？別に、何でもないよ。アンジェは何も心配しなくていいんだ。でも、だから平気だって言ってるだろ。いいから放っておけよ。ごめんなさい。あ、いや、こっちこそ、ごめん。空気がどんどん悪くなっていっきょうやつやな。これ絶対これ羊、これ鶏の肉。お前も鶏の家畜の肉食いよんか。お前まあ家畜やけんな。あ、アンジェ、ちょっとどの、なんなんその顔。何やってるんだ僕は。アンジェ八つ当たりだなんて、これじゃあ本末転倒じゃないか。
ねえ、ベル、この料理、美味しいわね。そう、だね。わあ。作戦は明日。明日、アンジは。落ち着け。そうだ、こういう時こそ魔法をどうにかしなあかんのじゃないの。はん、寝るのかちゃうよな。なんか魔法がどうのかを言ったような。吸血鬼に関する本。なんか持っとった剣使ってみたらこんな感じになりました。アンジェ、あの時アンジェが教えてくれたこと、僕だって今でも覚えてるよ。お、本当に強い人っていうのは自分の進むべき道を自分で見つけることができる人のことなんだって。そうして自分と自分の選んだ道を最後まで信じることができる人のことなんだって。信じていたさ、信じていたんだ。でもなんでなんだよ。僕頑張ってんだよ。頑張ってるのにうまくいかないんだよ。お父さんを見捨てとった息子って見えとるけど、実はお父さんはベルの信じた道ならそれでベルが行動してもいいって思っとったのよ。そもそも僕がやっていることは本当に楽しいことなのか、僕がアンジェを苦しめているのか、なら僕はどうするべきなんだ。もう2周目にしてベルの葛藤が始まってきた。僕は一体どうしたらいいんだ。アンジェを守りたい、強くなりたい。え、何これ、選択肢。こういう選択肢始まる。守るぞ、アンジェを守ろう。守ろうな。そうだ、僕はアンジェを守りたい。そのために頑張ってきたじゃないか。たとえどうなって構わないさ。そうだ、でもここが本当に見つからないって保証もないし、かといって他の村も危険だ。アンジェは僕のことを信用していないし。信用されてないんじゃベル。そんなことないよベル。ベル信じ、頑張れ、もう自分を信じろ。とにかくやることは一つだ、アンジェを外に出さないこと、父さんたちが来ないか見張ること。もう寝よ。よっしゃ、決意を固めた、アンジェを守る。どんなことがあってもな。なんだこれ、シーシャー、シーシャーで、ちょっとアンジェを守るって言うて瞬間、いやー、シーシャーのゾンビキャラがめちゃくちゃくちゃくちゃ、アンジェよ、守ってほしいってか。ガテン承知のスケ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 。よっしゃー、嫁からの太鼓判が押されたぞ。守るぞ。というわけで次回守る。守るのは次回だからな。誰が言おうと次回だからな。というわけで今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。しゅうあげ。まさかこんなタイミングで嫁に、公認もらえるとは思んかったけど。ベルに対して厳しく当たっていたお父さん、けど心の中ではベルの成長を何よりも見守っていたんだね。そしてベルは自分の信じた道を歩み始める。それがたとえ自分が死ぬ道であっても。